セルフチャレンジの広場オープンの時間となりました。こんばんは、パーソナリティの山田博です。この番組は自分のための、そして自分への挑戦であるセルフチャレンジをテーマに、ゲストの方にそれぞれのチャレンジについてお話をいただき、その情熱や行動をリスナーの皆さんと分かち合うことで汗のエネルギーをチャージする30分です。本日はですね、ピアノ講師で介護事業所でも働いて、さらにですねウグイス嬢もやられてたというですね、浅野智子さんをゲストに お迎えしてお送りいたします。セルフチャレンジの広場は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それではですね、本日のゲストです。最初ちょっと僕噛んじゃいましたけれどもね、浅野智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、浅野さんはですね、実は僕今40年ぶりにねギターをやってるんですが、はい、そのきっかけを作った人でもあるんですが、まあ、その辺の話も、いろいろお聞きしたい。今日はですね、まあ、特にミドルシニアの人たちがね元気になる時間かなと思うんですけれども、はい、まあ、そんな浅野さんのですね自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、本日はお招きいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。堺からやってまいりました、はい、ピアノ講師でもあり、介護事業所で事務員をしている時もあり、うん、そして、キャリアコンサルタントをちょっとかじっておりたまに、選挙カーにも乗る浅野智子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。浅野さんが、僕のギターのきっかけになったというのは、実はですねプロジェクトビートルズというイベントがありました。イベントというかイベントですかね、はい、ちょっとこれ説明してもらっていいですか、浅野さん。はい、キャリアコンサルタントの資格を取りましてから、うん、いろんなご縁がつながっていきまして、その中の一つの、勉強会に参加するきっかけがあったのが、うん、去年の春頃でしたかね。でその、そのグループ勉強会のグループのメンバーの一人の人が、私がピアノ講師っていうのを知っていたからだと思うんですけれども、はい、死ぬまでに一回ピアノは弾けるようになりたいなって言ったのがきっかけで、はい、一言でもそういうあのメッセージがあると、すぐ私はじゃあやりましょうっていう風な感じになるんで、であのそこにいてはった人たちにやるって、まあ、声かけたら、案外皆さんあのやってみるって言って、で、去年の9月ぐらいからあの練習を始めて、男性ばっかりだったんです。まあ、その勉強会自体は女性のメンバーもいらっしゃるんですけれども、手を挙げてあの参加するっておっしゃったのが9人の男性のメンバーで、であの皆さんあのビートルズやりたい、僕ピアノ弾きたい、はい、やったことないけど弾きたい、はい、ドラムやりたいっていう人たちが集まって、はい、で今年の2月の末にハーモニーミュージックスクールさん主催の発表会で皆さんデビューを果たしました。はい、そのまあ演奏会の様子はね、実は僕の YouTube の方でも収録させていただいて、はい、まあ、結構反響がありましてね。すごいです ね本当に皆さんもう笑顔が素晴らしくて、うん、素晴らしい。実際に2曲ね、レッド・イート・ビートをイエスタで演奏したんですけど、はい、素晴らしかったですもんね。よかったですね。また浅野さんの仕切りも喋、はいはい、りも素晴らしかったですけども後でちょっとその喋りのところ聞きたいんですが、まあ、あの人たちは、はい、まあ、結構お年もね行かれている中で初めて楽器をされる方も多かったと思うんですが、
どんな風に練習してたんですかね。ね、最初は、うん、まあ、うん、歌はボーカル引き受けてくださった方とか、うんうん、ギターとかの人たちはもともとできる方、うん、サックス吹かれた方もいらっしゃったんですけど、もともとがもうお稽古されてて、はい、それで何にも楽器をしたことがない、うん、タンブリンか鈴やったらやるって言われた方が何人かいらっしゃったんですけど、うんうん、いやタンブリン叩くタイミングでピアノを押さえてごらんみたいな感じ で、はい、でだから右手の3本左手の3本しか使わないからっていう楽譜を作って、で絵を描いて手の絵を描いて番号を振って、で鍵盤にも番号を書いて、はいはい、もうここから外したらダメですよって言って、はいはい、絵で教えられたんですよね。絵で教えましたね。もう楽譜読む必要はないと。楽譜はもう読まなくて、はい、はい、ね、その辺のこう割り切りでね、はい、やっぱりやれるっていうところが、まあ、シニアの人たちの強いところかなとも思うんですけれどもね、はいはいはい、実際にまあそう、こう見られてて、はい、その年代の人たちの、はい、なんでしょう、こう強みみたいなものって感じました？なんか何ですかね、皆さんすごく素直でいらっしゃったし、うん、で地頭って言ったらちょっと、ね、はい、失礼なのかもしれないですけれども、うんうん、ものすごくこうあの理解力っていうの、うんうん、適応能力、はい、それがすごい優れている方たちばっかりだったんですね、うんうんうん、ですのでその絵描いてピアノって楽譜っていう概念から外れても、うんうん、全然それを受け入れてくれはったし、うんうん、だからピアノを押してきましたって言わはるんですよね今日もピアノ弾いてきましたじゃなくて、うん、今日も頑張って押してきましたっていう数字を押すからね、うん、でもそういうのも全部こう受け入れてくれはる人たちは素晴らしいなって思いますよね。だから一から学ぶ姿勢っていうのをやり遂げたいっていうその意欲はなんか元気もらいました。実際に僕もね、はい、演奏会の後に、まあ、詳しくいろいろプロフィールとか拝見させてもらったけど、皆さんすごい方ですよね。そうなんですよ ね多分、まあ、会社とか、はい、前を勤めた、うん、た時にね、はい、一緒だった人から多分想像もつかないような姿で熱心に、ね、やられたと思うんですけれども、うんうんうん、演奏もやっぱり素晴らしかったじゃないですか、はいはい、見た人もすごく、ね、うん、反響あったっていう話聞きましたけど。そうですね、皆さんゲストをお呼びになってて、うん、客席で見てはったんです、見てくれてはったんですけど、うん、もう涙を浮かべながら、はいはい、もう感動したって、うん、元気もらったって、うん、もうメッセージもたくさんいただきましたし、うん、で後にね山田さんにも YouTube も上げてくださって、うん、はいはい、うん、それをまた改めて見て、うん、本当にもう元気もらえたよとか、うん、感動したとかいう話もたくさん届きまして。そうですよね、はい、演奏後のインタビューがあるんですけどね、はい、お一人一人の、まあ、ぜひ YouTube 見ていただきたいですよ ね、うん、そうですね、本当に少年のような顔ですよね、うんうんうん、だからあんな顔をやっぱり、うん、そのシニアの人にされたら、うん、やっぱり見ていた人がね、うん、自分もやろうって思いますよね、うんうんうん、なわけで僕もギター始めたわけなんですけど、ね、うん、そうですね、もう嬉しかったです、本当に。いや本当に、うん、もうたくさんのエネルギーやっぱもらえたんですけれどもね、うんうんうん、まあ、本当先ほど言いましたけど、そこでのね、はい、浅野さんの司会ぶり、はい、一人一人をこう紹介していきながら笑いも取りながらうん、うん、あんなんてね、うん、結構練習しなきゃできないなと思うんですけど、ぶつけでしょほとんど。あ、ぶつけですね、はい、なんでできるんですか。いやもう2年に1回選挙カーに乗ってるんで、さっき言ってたやつ、はい、うん、だから何にもこう場当たり的に言葉を発する訓練というのがそこでできてたのかもわかんないですけど、うんうん、でまあ、発表会の司会は毎年一枠引き受けてるんですけれども、うんうん、何が起こるか分からないですよね、はいはい、機械のトラブルとかもありますし、うんうんうん、でそんな時につなげられるような、うん、メッセージっていうのをもうちょっと準備してたりとかですね、うんうん、もう、うん、とにかく何でしょうかね、ゲスト客席で見てくれくれはった人たちと舞台上で緊張しているおじさんたちをとにかく一体化させないといけないなっていう思いと、で多分すっごい緊張されてはるから、それぞれお一人お一人が、まあ、このメッセージを届けてる間に緊張ほぐれてくれたらいいなという思いもあって。そうですよね、リハーサルも撮りましたけど、めちゃくちゃ緊張してましたもんね皆さん。そうですね、本当に多分
もう生涯、ね、うん、味わうことがないだろうと思って、多分緊張はそこで味わって、うんうん、でもそれがね感動を呼んで、うん、また来年やるんですか。やります。来年、今年ですか。今年じゃない、はい、来年ですね。です、発表は来年です。あ、そうなんですね、はいはい、メンバーもなんか増えるって話は。そう、そうなんです。だからやっぱり、うん、あの見に来てくれはった人とか、そうやって YouTube で見てくれはった人が、うん、やっぱりそのデストロイヤーズのメンバーの方なんですけれども、うん、あの今回また新たに3人ほど加わって、デストロイヤーズっていうのはキャリコンのメンバーの勉強会の皆さんですね、はいはいはい、またデストロイヤーズですよすごいですけれども、まあ、そんな皆さんがまたつながってね、はい、まあ、それも皆さんの動画をね見ていただいたってのは嬉しいですけれども、うん、はい、そうですよね。でもね、はい、やっぱり皆さんに話を聞くと、はい、やっぱり浅野さんがまとめてたからできたんだっていうふうにおっしゃってましたけれどもねまあ言ったらもう猛獣使いのようなところでもあるんですけれども、またね来年も盛り上がるっていうようなところで、うん、ぜひぜひね、はいはい、僕はちょっとまた収録の方でね、うん、はい、参加させていただければなと。お願いします、ね、また感動的なドキュメントをドキュメントを撮りたいなというふうに思うんですけれどもね、はいはい、あの浅野さんのそういったこう包容力みたいなところってね、すごく僕見てて、うん、なんかなかなかないなっていうふうに思ってるんですけど、うん、はい、そのあたりってね、はい、ご自身ではなんか意識とかされてます、うん、いや全然そういうのは自覚はないんですけども、うん、すごいやっぱり人好きですね、うん、あ、うん、人が好きっていうところもありますかね、うんうん、人好きですね。その人が好きっていうことで言うとね、はい、まあ、今ずっとプロジェクトビートルズの話させてもらいましたけど、まあ、ピアノ講師もされてるっていうところで、はい、そこでもねいろいろ人が好きっていうお話がお聞きできるかなというふうに思いますんでね、うんうん、後半はそのあたり、はいはい、お伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、前半はねプロジェクトビートルズの話をさせていただいたんですが、まだまだ話したいことたくさんありますけれどもね、はいはい、ぜひまあ YouTube の方も見ていただければというふうに思うんですが、はい、後半はね先ほどお話しさせていただいてたピアノ講師もされているということで、まあ、そのあたりのお話をお聞きしたいんですけどもね、はい、僕浅野さんといろいろお話しさせていただく中でピアノ講師をされている話もねお聞きしたんですが、一番びっくりしたのは30分のレッスン、はい、されて、うん、5分だけレッスンしてあと25分話してたっていうようなことも結構あったって。それどんなレッスンなんですか。うん、もう親御さんに怒られますよね本当に。あのまず、まあ、うん、こんにちはって来た時に、うんうん、生徒さんの声のテンションで、うんうんうん、あ今日なんかあったよなって、学校で何かあったかな、うん、お家出る時にお母さんに怒られたかなみたいなのが、うんうん、ちょっと分かるんですよね。あ、でそのまんますぐレッスン入っちゃったら、うんうん、もう全然聞いてくれない、はい、もう本人ストレスマックスできてるから、だからまあ何かあったみたいなのから始まって、うん、まあ、喋りだしたら25分経っててえらい、もうあと5分だけやん、早く行こうみたいなこともよくありましたね、はい、ありますね、結構ありますねでもそれは、まあ、そういった生徒さんにとったら30分ね、はい、5分のピアノと25分の話、うんうんうん、でもすっごい大事な時間のような、ね、僕は思いますけれどもです、ね、その5分、うん、残り5分ってすごい集中力出してくれますからね、うまくなって帰ってくれますね。その生徒さんたちにとったら、はい、浅野さんのピアノ教室ってもちろん、まあ、ピアノを習いに行くところでもあるんだろうけど、うんうん、なんか違う場所でもあるような気がしますけど、いろんな親に言えない話とか、うんうんうん、友達に聞い
ね、あの言えないこととか、うんうん、そんな話もいろいろしてくれますね。とってもその多感な年頃のお子さんが、ね、はい、来られるので、うんうん、だから、まあ、親じゃないけど、うんうん、親じゃない他人やけど、うん、あなたのことをすごく思ってくれる大人がここに一人いてるんだよっていうことが伝われば、うん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 、なかなかやっぱり非行にも走らんないかなっていう思いもあって、あとは言っても、うん、まあ、家出して、あ、そうなんですか、はい、家出してきてうちで預かったことも何回もありますけど、あ、そうなんですか、はい、もう子供さんが出てきちゃったって、うん、もうそう、だから親御さんから、うんうん、うちの子いなくなったんやけど知らんって言って電話がかかってきて、はいはいはい、いや分からへんって言ってたら、もううちにピンポンって入ってきて、うんうんうん、今日ここにここで泊まるとか、はいはい、うん、まあ、一番長い子は1ヶ月滞在っていう、そうなんですか、はい、いましたね、まあ、ちょっと大変だったんですけどそのお子さんはね、でもなんていうかな、その大人になって、まあ、私らぐらいの世代になった時に、うん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 、あんな大人の人いてたよなって、あんな人いてたよなってちょっとでも振り返ってくれたら、うんうんうん、それでいいかなと思いながら、うんうんうん、できることはやっていきたいなと、うんうん、でせっかくのご縁ですからね、うん、その話をね、はい、やっぱり25分間、おそらく話すというよりは聞いてあげてる時間かなと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味でもね、はい、キャリアコンサルタントの資格を取られたっていうところが生きてると思うんです、うんうん、それはそういったどういう流れで取られたんですか、キャリアコンサルタントの資格は。訪問介護の、あ、そっちの方ですか、で事業所で事務仕事してるんですけど、うんうん、そっちの方で情報をキャッチして、うんうんうん、あ、こんな仕事っていうか資格があるんだったら、うんうんうん、一度、まあ、訪問介護の方でもヘルパーさんたちの話を聞く機会もたくさんあって、うんうんうん、でピアノ教室も、まあ、うん、弾かなあかんねんけど聞くこといっぱいあって、はいはいはい、じゃあちょっと一からちゃんと勉強できる場があるんだったらやってみたいなと思って、うん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 、で、あの勉強しました。ああ、そうですか、はい、だから訪問介護の方がきっかけはきっかけですね。でもそれってすごいなと思うのは、うん、やっぱり資格を取ってそれで、まあ、ビジネスにしていこうとかっていうのも一つの考え方だと思うんですが、はいはい、やっぱりそういう資格を取る中でつけたスキルをね、うん、また違うところにこう使っていく、うんうん、それによって結果的にたくさんの人がね、はい、安心して浅野さんに話を聞いてもらって元気になっていくっていう風につながっていく、うんうん、それはそれですごくいいなと思いますよね。ありがとうございます、はい、うん、嬉しいですね、そういうのはね、で、まあ、キャリコンの資格を取ったから、うん、ご縁がすごく広がったんですね。だからそのさ、ね、あの前半でもお話ししたそのデストロイヤーズのメンバーの方たちもそうですけれども、はいはい、うん、やっぱり人と人をどんどんつないでいってくださる、まあ、山田さんとのご縁もそうですけれども、 そうですよね、うん、それが本当に全然やっぱりピアノ教室だけしてると、うん、そういう広がりっていうのはないんですよね、うんうん、で、まあ、訪問介護っていうのは社会と触れることの一つでもありますし、うんうん、まあ、高齢者の方のお話とかもすごくインプットできるんで、うんうん、そっちの方も自分のためにはすごくなってるんですけれども、うん、やっぱりキャリコンの資格取ったから、うん、本当に、ね、そのなんていうんですか、企業戦士のおじさまたちの話も聞く機会もそうですよね、ありましたし、だから人がつながっていくっていうのももちろんそうですけど、はい、浅野さんの話を聞くとね、まさにキャリアがつながってる、前した経験が、うんうん、例えばウィズ上の経験が、うんうん、演奏会の司会に生きてくるとか、うん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 、そういうつながりってあります？ありますね。あ、そうですか。だからやっぱり、うん、その最近のドラマでね、うんうん、流行ってるんじゃないですけど、うんうん、やってきたことが全部伏線となって、うん、で60回ってから回収してきてるんかな、うん、まだまだでも伏線張るきっかけもあるかなとか、まだよくどうしようと考えてますけど70になって回収しようかなとか。でもそれは本当にいいですね。僕もやっぱりギターやってね、うん、はいはい、40年ぶりにやって、はい、弾けるんですよね、うん、その体が覚えてびっくりしますけど、うん、先生も山田さん弾けるじゃないですか、うん、みたいなことを言ってくれて、うん、まあ、楽しくなって、うん、で、まあ、僕がね昔弾いてたアリスの曲とかの楽譜を
一生懸命練習したやつを先生のとこ持って行って、うん、先生今これ弾きたいんですけど、うん、って言うと、はい、先生は知らないわけですよ、うんうんうん、知らないけど、まあ、プロなんで、うん、YouTube でバーって あこんな曲なんですねとかって、うん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 、でもやっぱりこれいい曲ですねみたいな、うんうん、やり取りができたりとか、うんうん、もうめちゃくちゃ楽しいですし、これはやってよかったと思ったのは、はいうんはい、ね、言ったら金脈みたいなもんじゃないですか自分の鉱脈がもうなんか掘り起こせたみたいなところがあるんで、うん、もうおっしゃるように、うん、どん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 やっぱ回収できるなっていうのは、うん、僕はまあ50代だと思ったけど、今浅野さんおっしゃったらまだまだ60代でも、うんまだまだうん、ですね、全部やったことは無駄にならないなって思いますね、うん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 、経験もそうですけど、うん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 、なんかよくね、若い人がすごくまあ、すぐに成果を、それは分かるんですよ、何か心配な世の中ではあるなと思って、うん、だからタイパとかコスタっていうのを意識するのも分かるんだけれども、うんうん、一方でね、年、うん、は間違いなく取っていくんで、はい、やっぱり楽しく50代、うん、60代っていうのを迎えてほしいっていう意味で言うと、うんうん、もう少しね、寄り道の良さみたいなものもね、うん、分かってもらえるといいですけど、ですね、それにはやっぱり元気な大人がいるんでしょうね。ねえ、本当に。でも、うん、やっぱりそのいくつだからもう諦めないといけないとかね、うんうん、っていうじゃなくて、うんうん、もうこの年になってもスタートできるっていうロールモデルがあると、うんうん、まだまだ夢広がりますしね。そうですよね、うん、浅野さんもすぐやろうですもんね。そうですね、すぐやろうとりあえずやってみよう、うん、だから、まあね、死ぬまでにピアノがあと、まあ、いい年したおじさんがぐずぐず言ってたの、はい、やったらいいでしょうと、うんうんうん、でもね、それを後押してもらったっていうのがすごく大きかったと思うんですけどもね、うんうんうん、だから僕、浅野さんの、はい、なんでしょう、エネルギーっていうのはね、うん、なんかいろんなエネルギーがあると思うんですよ、はい、まあ、僕自身も熱量は自分ではあると思うんですけど、ややもするとね、うん、ちょっと暑苦しくなってしまう時もある、うん、なことないですけどあるんです。押し付けちゃうっていう、うん、もう、うわーって思いが、うん、でもね、やっぱ浅野さんのはなんだろうな、こう優しいんですよね、うん、なんか包容力のあるでもエネルギーみたいな感じ、うん、だからあの、うん、おじさんたちがね、うん、やっぱり素直に言うことを聞いてくれるんだろうなっていうところがあるんだけど、うんうん、その辺ってね、はい、ご自身のそういうエネルギーの、ルーツみたいなものってどこにあるとか、うんうんうん、そうですね、まあ、包容力って言ったらちょっとあれなんですけども、うん、でも、まあ、いくつになってもチャレンジできるっていうのは私の 実の母親が、はいはい、うん、あの60過ぎてからもう各国留学、60過ぎてからですか。60過ぎてからですね、もう留学なんですよ。だから行って帰っての交通費もったいないから、うんうんうん、観光は行きたくないけど、うんうん、勉強はしたいから、はい、一番最長が63歳の時の、うん、10ヶ月ニュージーランド滞在で、向こうでちゃんと学校通ってっていう。63歳ですよね。63歳ですね。最終は77歳でイギリスかなそれはご自身で申し込みもされるわけですよね、うん、もちろんそうです、はい、誰かに頼むわけでもなくじゃなくて、はい、だからあまりにも高齢なので、はい、そういう取材とかもよく受けてましたけどね。そうですよね、はい、あの新聞にも載ってたし、はい、うん、なんかすごいですよねそのお母さんはどういう教育をされてたんですか、はい、浅野さんに。いや別に何もそれは押し付けることなく、うんうん、ただでもいつも何かをしてる人でしたね、うん、あの専業主婦で家にいてても、うんうん、あの洋裁をしながらラジオ、うん、英会話のラジオ講座を聞いているとか、うん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 、部屋からは常にその英会話のラジオ講座がもうずっと垂れ流し状態に流れてる、うんうん、だから勉強するっていうか何かを習得するっていうのは当たり前のような家庭でした、うんうん、あ、そうなんですか、うん、へ、寝転んでテレビ見てるだけの母親ってはほとんど見たことなかったですね、うんうんうん、そこが浅野さんのルーツで、うん、だから浅野さんも、うん、やったらできるっていう思いがある、うん、あるんですかね。ありますね。やっぱりそうなんですかね、うん、まあ、できるっていうのも何でしょう、上手くなるとかっていうふうに思うとなかなか尻込みしちゃう部分もあるじゃないですか、うん、はいはい、
とにかくやったらなんとか形になるみたいな、うん、そんな感じですか。そうですね。だってやらんかったら何もならないですもんね。うん、始めないとね、うんうんうん、始めたらね音鳴りますしね。いやでもねやっぱり、まあ、自分もそうですけど、うん、今年いけばいくほどね、うん、やっぱり今までやってきたことっていうのは大事だし、まあ、誇りももちろんあるんだけれども、うんうんうん、そこから何かまた新しいことをやるっていうとできない自分と向き合うのがちょっとこう嫌だったりするっていうのもありますけど、うん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 、それがなかったですもんね、うん、あのプロジェクトビーズの人たちはね。だってもう伸びしろしかないですよ、うん、伸びしろしかないですよ。会うたんびに上手になってはったからすごい。もうあれ終わってからもすぐにね、うんうん、あのレッスンも再開されて、うんうん、熱心に通ってこられるあの生徒さんもいらっしゃいますし、はい、もうやっぱり来られるたんびに成長されてるから、うんうん、やっぱりすごいなって、うん、こっちが逆に元気もらいますね、本当ですね、はい、だから本当にそういう人たちが増えて、うん、まあ、さっきの話になりますけどね、それを若い人が見て、はい、あ、年取るのも悪くないなって思ってくれたらいいですよね、うんうんうん、いいです ね、本当にもう年、うん、もう昨日より今日より多分今日より明日の方が楽しいです、私。あ、そうですよね、本当に本当に、うん、今日も全然緊張感なしですもんね。あ、そうですね、楽しくて仕方ないです。ですよね。まあ、そんな浅野さんでね、本当にいろいろ期待もたくさんあるんですけれども、はい、これからのことであるとか、まあ、今やってることとか、まあ、皆さんにねこの機会にぜひちょっと知っていただきたい、はい、宣伝したいということがあれば最後にお願いします。はいはいはい、プロジェクトビートルズは年明け3月1日と2日にまた、うん、はい、あのハーモニーミュージックスクールさんの主催で行われます。はい、ぜひ機会があったらお越しください。はい、でキャリアコンサルタントのメンバー の、うん、あのセミナーチーム大総科で、うん、また年明けじゃないわ11月9日に自分再発見セミナーをします。はいはい、もう自分をいっぱい再発見してもらえる場にしますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。はいはい、大総科ってどういう意味なんですか。大総科はね、うん、メンバーの頭文字取ったんです。あ、そうなんですか。それがたまたま大総科に。そうです、そうです。で、まあ、大総科とこう、腑に落ちる、うんうんうん。いつもセミナーに来たら、大総科って思ってもらえるっていう言葉とかけてるんですけど、素敵な仲間たちです。また、そのデストロイヤーズとは違う。あ、そうなんですね。チームなんですけど。じゃあ、そういった皆さんもキャリアコンサルタントの皆さんで。はい。で、まあ、そういった経験とか知識を生かして、はい、そういった自分発見セミナーとか。そうです、されるんですね。はい、あの皆さん本当にいろんなスキル持ってはりますんで、はいはい、浅野さんも参加されて、私は、はい、あの参加します、はい、今度は司会します。 MC ですね。そうですね、はいはいはいね、ぜひぜひ、またね、はい、そんな浅野さんですけども、あのまあ、プロジェクトビートルズのこととか、はい、まあ、私フェイスブックでね、はい、またどんどん発信していきたいなというふうに思いますので、はいはい、また機会があればね、はい、ぜひこちらの方にも来ていろいろ話していただければ、はい、と思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日はね浅野智子さんをゲストにお迎えしましたけどね、いかがだったでしょうか、ね、ラジオなのか残念なんですけどもね、本当に僕よりちょっとだけ先輩なんですけどね、若々しい、いつも本当に元気な方なんですけれども、改めて僕も今日収録で元気ももらいましたし、ギターもまた頑張ろうかなっていうふうに思います。セルフチェンジの広場ではリスナーの皆様のお声をお待ちしています。夢のためホームページのコメント欄か山田のフェイスブックページにメッセージをいただけると励みになります。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。山田博史でした。